さて、今日はご飯炊きましたので、まあ2合はないぐらいの大盛りと、そしてお惣菜肉団子4個、コロッケ、春巻き、エビカツ、エビカツ、そして昨日から飲んでる豚汁でございます。というわけで食べたいと思いまーす。よしこ、ランチ、あ、2時半まだ大丈夫。よいしょー、あー、じゃあ2時半違うやん、もう3時半やん。やべ、3時半ですわ。パ、はい、どうもパテモス協会でございます。というわけで本日はご飯炊きましたんで、このちょっとこの後の動画、この後の動画はもしかしてこっちの方が後になるかもしれませんけど、デジャビューがあると思います。というわけでいただきます。ご飯はね、炊きたてなんで、あ、うめ、うん、豚汁うまいっす。あ、エビカツはソースかけようか、ウスターソース。昨日はかけてないけどね、昨日というか、わお、いいなりしてる。飯時にはつけた方がね、これね、ソースつけた方がうまいと思うんで。うん、うまい。中華三昧やな。うん、うまっ、おいしいね、炊きたてご飯やと。みんなこ、うるさい、さっきまでニヤニヤ言うてなかったのに。だからこの量やとご飯足りなくなるからゆっくり食べよう。あかん、中そんな熱くないのに、中そんな熱くないのに表面熱いから危険やわ。からし醤油です。からしなくなった思ったらね、ここの冷蔵庫に入ってた。よし、食べよう。からしあってよかったわ。うん、うまい。あった、うん、うん、あー、うめえ。よいしょ、もうちょっとかけとこう。ちょっともっけしたんでね、でもジュッとは言ってると、熱い、やっぱりうまいけど熱いね。
ピーナッツもね、ニャーニャー言いたいだけやと思うね、あいつな。だって飯食い終わったらね、静かになるんで、こいつ。本当にこのホットプレートでね、ちょっと世界変わりました、私の晩酌とか。うん、これがあることでね、本当ね、すごい晩酌がね、充実する。あったかいもんも食えし、この際だしね。唐辛子よ、あ、最高やなこれな。いや、まあ、最高や思わへんこの食い方。お惣菜買ってきて食うんであれば最強やと思うよ、これ。レンチンとかオーブンでトースターでちょっと焼くよりかは、このホットプレートで焼くっていうのは最強やと思う。熱い。たこ焼き的なさ。みんなうるさい、うるさい、あいつほんとね。前とかこんなうるさくなかったでしょ、1年前とか。こうで1年前も俺もちろんこう食ってたけど、ほんまにね、ちょっと入れ出すとねしつこくなるから、やっぱ入れない方が良かったね。なんだよ、いいね、これ。こういうの揚げ物やんか。もちろん油引いてないけど、すげえ油が出てくるの。この油を落とすだけでも割にヘルシーなんじゃないのこれね。ね。いや、久々に実家のコロッケ食いたいな。じゃがいもがゴロゴロでね。あのボタン餅みたいな形ですよ、でかいですよ。あれがうまいんでね、飯に食うのに、飯に合うんですよ。やっぱね、こう買ってきたコロッケはあんまそこまでね、米に合わないのよね。ただコロッケ自体2、30円やん1個。売る気なくなるよね、その値段やと。
10個買っても300円ぐらいだよ。作る気なくなると思うんだよな。うわ、なんかご飯の量が微妙やな。春巻きなんか特に油出るね。すげえ出るわ油。あ、これこんだけなんじゃ。こんだけ、ね、あれ、豚汁とか味噌汁でご飯は食えないんですよ。でもこれは具沢山でもね。基本的には、ね、何にもなかったらそうやって食うかもしれんけど、ご飯に味噌汁ぶっかけたら食えると思うけど、味噌汁とご飯別個ではちょっと食えへんかな。暑い。この冬あったかいですよね。暑いんやけど。例年の冬よりは絶対暑いよね。暑いであったかいよね。米の計算失敗したな。エビカツめっちゃ好きなんですよ。残してまうな、だから最後に。よく美味しいものから食べますか、美味しいものを最後に残しますかっていう話あるじゃないですか。両方美味しいものから食べ始めて美味しいもので締める、うん、っていうのが多いかな。つまり美味しいものを一番美味しい状況っていうのはパラペコの時に食べたいし、最後はやっぱ美味しいもので締めたいし、うん、このテリテリンとか熱いのよ。中そんな熱くないのに。
やっと静かになった。飯時以外泣かないですよ、あいつ。あのサンボがいない時、サンボがどっかの部屋に忍び込んで隠れて親が閉めて出れへんようになっていなくなった時はいないやん。あれ飯食ってる時、ただ晩酌の時はなんで言わないんですよ。8時に餌もろとかそんな腹減ってないよね。今だけど朝の8時もろて今もう4時やから、まあ、小腹減ってるよね、うん。最近俺が昼飯遅いというのもあるのかもな。あいつらニャーニャーうるさいの。いやでもあいつはうるさいな、いつでも。ただ諦めた。最高やったな。でも多分ね、こんだけ揚げ物って中華とご飯食うと多分今夜はねあまり食わないと思うな。負けこんな時間も4時やもん。昔に比べてやっぱね食はね細くちょっとなってると思う。で消化もね遅くなってる。腹減らねえの。すごい満足。腹パンやし、まあまあ、うん。というわけで猫も落ち着きましたし、パテモスもお腹がパンパンですんで、この辺で本日の飯動画はあまり大して喋らず、もくもくと食べちゃいましたけどね、腹減ってたんで。こんな感じの中華定食でございました。というわけで、ごちそうさまでした。惜しかったです。というわけで今夜の晩酌劇場は、晩酌劇場じゃないの、晩酌動画は5時半から、この動画は5時半より後かもしれないけどね、5時半から数本上がります。というわけでよかったら見てください。というわけでご視聴でございました。 あと LINE スタンプが、ね、新しくなりましたんで、新しく発売しましたんで、よかったら